下野紘松まあね、乱闘はあるのかなみたいなねところは本編をお楽しみに。あ、頑張るぞ。ユキ、スティーブだよ。スティーブ。スティーブ。カジ君、カジ君、言えた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 。ちびっ子ならではの、はい、そして幼少期を経て何期に入るんですか。少年期ですね。少年期に入りますね。大丈夫ですか。少年期の果たして皆さんが見てこれ喜ばしいものだろうか。でもしょうがない、俺が触りたかった。君今完全になんか変態派だ、はい、傲慢ですよね僕ね。なんでちょっともごもごしだしたの。あとそのものっていう、じゃあ何かしちゃうか。お前もうやるとなったらやっちゃうんで最後まで。すいません、いろんな意味でびっくりしましたね。羨ましい。本当若々しくて、羨ましいです。すいません。だしあんまりあんなグッドグッドみたいな感じがなかなかね多分ないと思うんで。35歳がやることじゃないですね。すいません。パクッと食べて。先生なんで息ぴったりだったんですか。うん、な、あ、なんすか、なんすか。翔さん、見てください。チャンス、チャンス、チャンス、翔さん、てってりー。勘弁してくださいよ。すごいですよ、翔さん寝ながら足に歯ブラシがついてあります。何これ。え、ちょっと翔さんが磨いた歯ブラシをちょっと。何これ。以上、やらせ寝起きドッキリのコーナーでした。でした。もう何言ってるか分かんない感じになっちゃうと困るんで、まだ明日もあるからね。ちょっと冷ましてから飲もう。彼ね、笑い袋みたいなんですよ。ほんと誘い笑いなんですよ。彼の笑いを聞くとね、もうこっちまで釣られて笑ってしまう。昔写真集を出したんですよ彼は。タイトルがスマイルデイズって言うんですけど、もうぴったりだなって思って、もういや、知ってるんだよ大腸が弱いって。どこ行く気なんだお前。似合ってるよ。いそう、いそう。はい、くるっと待って。舐めないで。俺がお前にどれだけ感謝してるか知ってんの。ちょっと声ガサガサでした。俺はってやってましたね。はい、運動3回目ぐらいですか。どんくらいですか。うん、俺もで、まあ館内の方に、はいはい、もしかしたらあれ。あれ受付のお兄さん。左右だろうです。お久しぶりです。内転って誰ですか。まあ、ね、そういう感じですよ。お前見たままの。そこはあんまり言うなよ。お前自分でも笑っちゃってんじゃねえかよ。俺これダメだよ。吹きができないよ俺。お前俺今が忍びの世だったら俺は多分すぐ死んでるね。じゃあ負け。いや、あ、お前散々言ってきたのに今さらエッチをあっち言って。びっくりしたわ。吹き矢の時のヒロタみたいな。ね、うるさかったけど。フグ出ちゃった。うるさかったけどすごかったよ。このままコンパクトディスク化で。早っ、はい、大丈夫ですか。あなたたちなんか俺この人なんか笑わかったな笑い方で。あなた大丈夫ですか。5番、5番以上です。いや全然答えてへん。何もわかんない。後がよろしいようです。じゃあ下野さん後よろしく。はい、バイバイ。どういうことなんだよ。いやいや俺ももう行くよ。いやいや、え、いや行くよ。3、2、1、これで終わり。ちょっと面白かったね。悔しい。今のしか残んない。嘘だろ。
痛いリアクションをしてってだけ。リアクションとか言っちゃうの？リアクションっていうか、だってじゃあ早く、お前投げやりだろ。なんで？お前じゃあ寒いから早く罰ゲームやっちゃって。早く笑ったっつな。いっておい、痛い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 、バン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 、早く痛い痛い、息ができない、息ができなかった。そんなに痛い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 、こっちも痛いよ、なんか痛い、嘘、痛い痛い、そこは一緒でしょ、待って、痛い、ここ通るの、ここは通るの、ここは通なくていいのか、あ、痛い、お前、生めかしい声を出すな。聞いていきましょう。下野紘で、ホッピーで、ハッピー。今日は、みんなが、ダメだって言っていた。アルコールが、飲めるみんな、本当にありがとう。僕の大好きなホッピーをくれるなんて、なんてハッピーな一日、コスプレもしたし、本当になんてハッピーな日なんだろう、ありがとう、ゆう、たん、たんて。これからも、みんな、よろしくね。ホッピーでハッピー。拍手！すごい！名探偵、しもの、埼玉に、やってきたぜ。朗々と歌い上げる、歌い上げるね、歌い上げる。あの怪盗を捕まえるため、ナイスバディーズ。